キクチャンネル、こんにちは、キクチャンネルです今日ですね、急遽ちょっと用事ができまして、お休みをいただきましたんで、でご飯をですね、またセイコマと橋本さんまで行ってきました。今日はお昼とですね、晩ご飯の分も全部買っちゃおうと思ってね、行ったんですけど、まずホットシェフの方見たらですね、これですね、生姜焼き弁当ね、まあどこにでも売ってそうな感じですけど、一応ホットシェフの新商品ということなので、買って、今日お昼これを食べようかなと思います。それからあとですね、ちょっと目新しいもの、まあこれはちょっとごぼうサラダはね、サラダって買いましたけど、あとなんか秋の、食欲の秋フェアみたいなやつでね、あのかぼちゃがいっぱいあったんで、ホクホクかぼちゃグラタン、これも食欲の秋フェアかな、これを買いました。これは夜にしようかな、迷うな。であとですね、この間チラシにも載ってて気になってた、これ北海道かぼちゃのコロッケ、まあね、かぼちゃが、中にね、じゃがいもと一緒に入ってるのか、じゃがいもの代わりに入ってるのかなと思いますけど、まあ、大体想像はつきますよね。でお汁代わりに、まあ先日も買いました野菜しっかり豚汁、これレンジでチンするだけでね、お汁気が出てくるんですよね。これをじゃあお昼生姜焼きと一緒に食べたいと思います。あとですね、ちょっとまた見てたらお惣菜の方でね、なんか一応新商品みたいなんですけど、こうおつまみ、お酒のおつまみですよね。お酒飲めないですけどね、飲まないですけど、濃厚味噌のもつ煮込み298円、これがあったんでね、これも買っちゃいました、思わず。ということで、これから、生姜焼き弁当と野菜しっかり豚汁でお昼を食べたいと思います。ではいただいていきます。生姜焼き弁当です。まあですね、お肉はまあもちろん牛も好きで食べますけど、やっぱりなんかね、豚が好きですよね。昔からでカレー作ってた時も豚こまだったりして、メンチもね、豚メンチとか食べちゃいますしね。まあ、豚肉美味しいですよね。北海道はやっぱ豚文化は、ね、沖縄もそうですけど、結構豚多いですよね。豚丼も有名ですしね。あ、いけねえ。生姜焼きに豚で、豚汁も豚か。まあいいっすよね。ちょっと貧血気味なんで肉いっぱい食べないといけないですね。あ、いけねえ。薬味入れましょうかね。なぜか体が痛いので、ではいただきます。相変わらずはですね、ホットシェフのキャベツはこういうね、千切りじゃないキャベツです。まずご飯いただきます。うん、明るくご飯美味しいですね。じゃあ豚の生姜焼きいっちゃいますよ。いただきます。うん、ご飯も、うん、あ、やっぱうまいわ、ね、豚の生姜焼き美味しいですよね。で、からの豚汁、大根ですよ、大根で、野菜しっかり、
レンジでチンするだけでね、この汁がすごいですね。うまい。じゃがいもも入ってますよ、こういう角切りのサイコロ状のね、ね、昨日ぐらいから急に冷え込んできたんで、温まるもんはいいですね。それは豚の生姜焼きは玉ねぎが入ってます。玉ねぎさん、玉ねぎ、まあ生姜焼きミントなんかね、別に新商品じゃなくてレギュラーで売ってても良さそうですよね。まあセイコーマートにはね、あの豚丼がありますからね。だからまああえて、まあどこのコンビニでも出してるような生姜焼きとかは出してないのかもしれないですけどね。そこは新商品と書いてあるので、まず買ってしまいましたが、美味しいです。では、平らげていきたいと思います。ではまた。ということで、しっかり全部食べ終わりましたけど、まあ、そんなこんなのでね、まあ、その時その時でね、セイコーマートさんは新商品出ますんで、ね、こういうサラダとか鮭とポテトサラダとかね、今日買いました、かぼちゃホクホクグラタンですか、ホクかぼちゃグラタンか、そんなのとか、かぼちゃのコロッケですね、これはまあ夕食で食べてみたいと思います。あー、失敗した。かぼちゃもなんか買うの忘れましたよ、あ、クリームパンも売ってましたね。まあこんなんだよね、毎回行っても飽きない、セイコーマートさんなので、あ、こいつも買わなかったな、売ったかな。そんなこんなで、皆さんも近くにセイコーマートがありましたら、ぜひとも行って、買って食べてみてください。ということで、ちょっとしばらくですね、お休みがないので、新しい投稿はできないかと思いますが、また忘れた頃にセイコーマートのレポートをしたいと思いますので、皆さんまた見てやってください。皆さん、ご清聴ありがとうございました。ではまた、さようなら。